どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左引きの絵という漫画を描いております。今日は土曜に発売するアントレースという、私がやってる左引きの絵から飛び出したアパレルブランドの新作をが出るんですけど、それの現物が今なんと全部届きまして、それをちょっと紹介する動画をやろうかなと思ってます。発売日の前々日にやっと私の手元にも届いたという形なので、ちょっと、紹介していいと思います。まずこちらがフーディーですね。今回はなんかこういうシールがついてるっぽいですね。パソコンとかに貼ってください。これがオリーブだな。オリーブ、ちょっとなんて表記かあれですけど、このちょっとなんていうの、カーキっぽい、でも結構深い色ですごい着やすいですね。これもこの前出したアントレスのウィンダーシーの T シャツなんですけど、この、まあ、こういういわゆるそのカーキと比べるとだいぶ深い色っていうのがわかると思うんですけど、こんな感じで、今回は、なんて表現したらいいか、あれなんですけど、パロディーロゴ T シリーズという、感じでございますね。あんまりはっきり言うと多分あれなんですけど、某お菓子、なんでしょうね。アメリカの方が家でネットフリックス見るときにこうやってソファーでこうやって食べるような例のお菓子の雰囲気のロゴです。で、こっちの、これすげえいいなと思って、着やすそう。ロゴが刺繍で、前にこういうワンポイントでついてるんで、っていうか着ますね。ちょっと着なきゃ。どうすか。あでもめっちゃいいっすね。めっちゃいい。あ、なるほどね。これがね、XXL のはずなんですけど、ちょっとあれだ、こんな感じで。意外と全然 XXL だったわっていう、なんかちょっとでかすぎるかなと思って、なんならこことかちょっと折って着ることになるのかなぐらい思ってたんですけど、全然これでしたね。ジャストに近い。へえ、これ本当に、はい、本当、これ書いてないのかな、どっかに書いてあるのかな、書いてあるところが、あなた、ノーパン、おむつ、あ、ギリギリ映んない、おむつ、よし。何で着てたの？これお洋服ね、今紹介してんです。かっこいい。どう？これ。かっこいい。かっこいい？よし。かっこいいでの。いいよ。あ、これ、じゃあ紹介してください。はい。はい、これ、どう？かわいい。かわいい？こっちはかわいいだそうですね。うん、はい。これ、ちょっと待って、ちょっと順番にね。これがネイビー。これ、あ、でね、ちょっとごめんなさい、さっき伝わせるってけど、このね、僕は、なんでかだー、ジャストでしたね。ほら、ここに、あれがついてるんですよ、ロゴが。なんでかだー、ね、ここ。よし。で、次が、これ、リード。で、こちらがですね、ちょっと写真だともしかしたら分かりづらかったかもしれないけど、ここがね、茶色なんですよ、ロゴが。黒じゃなくて。なんでかけてる実物見たらすごい分かる。かわいくないですか、これ。黄色にこの色。ねえ、いいね。うん。いい。かっこいい。かっこいい？かっこいいね、おすすめだそうです。パパ着るやつは、パパ。パパのやつ？これ。うん、パパがこっちを。パパのやつかな。うん。よし。はい。いやね、パーカーはね、今回結構、一気に出る空張りとしては最下だと思うんですけど、で、これが、なんか来たね、さっき。これがグレー。グレーは、これは、まあ、インスタの方でも写真たくさんアップしてるんで、よく見てほしいんですけど、こっち、あれですね、某ビールのね、どっかで見たことあるビールのロゴの雰囲気のロゴ。で、生地の感じはね、結構
薄手ですね。すごいさらっと着れる感じで、まあちょっと暖かくなり始めてるんで、パーカーどうかなと思う人もいるかもしれないですけど、これだったら全然長く着れるなと。結構。なぜ着たよ、ダチュウ。一年の間に着れる時間がすげえ長そうなパーカーです。はい。バーで、これ後ろは、これはね、あれですね。まあ某。某 PC の中に入ってるやつの、ロゴをパロってます。はい。こんな感じで、パーカーは以上になりますけども。これパーカー。パーカー？パーカー、そう。で、次、ニット帽。ニット帽？これ着て、履く？うん。食べる？はい。パーカー、パーカーがいい。パパ？パパこれがいい？うん。じゃあカメラ向いて、カメラ向いて。向いて。かわいい。かわいい。かわいい。いい感じですね。ママの。うん、ママじゃあこれね、うん。はい。これグレーに、グレーにこれネイビーなんだね。はい。ニット帽ね、前一回出したんですけど、すげえ一瞬で完売しちゃって。まあ、ニット帽はこんな感じです。結構柔らかいんで、こういう伸びる系のやつですね。この、靴の形はこういうやつで、ギュッて伸ばして、こうやって被るって感じです。はい。これどうですか？おすすめポイントは？あそこ、買ってる。買ってる、うん。うん。これさ、もしかしたらオレンジ結構いいかもしれない。すげえ、あんま見たことないビビッドな感じなんで、オレンジいいな。ねえ。うん。っていうか、これ今気づいたけど、こういう伸びる系だから、ちっちゃい子でも被れますね。ちっちゃい子でも女性でも全然問わず被れると思うんで、おすすめです。はい。はい。はい、あと、真ん中に。あとこれですね、リュック。ナップサック。バックパックナップサック、バックパック、なんちゃらってやつですね。はい。これバック？バック。ね、こうやってこうバサって広げられて、こういう、このね、ちょうど同じ色を着ちゃってるっていう。これでギュッと絞って、まあこうやって、ラックにこうやって巻いてあげて。切れますよ。はい。しばらくね、もう僕、普通に毎日使ってるんですけど、いろいろ詰め込んでも全然まだ入るっていう。普通に、こう、ジムとか行くように、こうなんかスニーカーとか、結構なんでも、バーッとラフに詰め込んで、っていう感じで、使えてます。はい。これだからマジで使いやすい。はい。はい。マジで使いやすいです。はい。で、これは、カラバリは、このネイビーとブラックがあるんで、まあ好きな方買ってほしいなと思うんですけど、これマジでなんか昨日、デザイナーのこれ作ってる、一緒に作ってる小野さんとも話したんですけど、結構リュックって悩むじゃないですか。なんかいいリュックなかなか見つかんねえなみたいな。で、なんか大人になったらアウトドアのやつもなーみたいな感じがあると思うんで、なんかもうこのリュック作ったから、もう、リュックこれでいいや、みたいな。なんか一生使えるリュックになりそうなんで、まあ3レイヤーっていうね、この雨通さない生地なんで丈夫だし、なんか、このリュックがあればもう結構こと足りるなという感じでございます。ちょっと、そんな感じで、はい、完全に娘ちゃんがお風呂に入る合間に撮ってますので、ちょっとこんな感じなんですけど、まあ、詳しくは、サイトの方で見てください。スペックとか載ってるんで。じゃあ、土曜12時正午から、こちら、アントレースの公式ウェブサイトで発売になりますので、よかったら、チェックしてみてください。はい。じゃあ、よろしくお願いします。
あなた、急に眠くなった？急に眠くなってきた？うん。うん。はい。じゃあ、まあ、そんな感じで、まあ、引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、おやすみなさーい。